フランディ・アントニオ・デラ・ロサは、ドミニカ共和国エリアス・ピーニャ州、コメンダドール出身のプロ野球選手。ウトリョ良ダ。NPB の横浜 DNA ベイスターズ所属。愛称は、フロー。エストレージャスで、ラスアメリカス高校を卒業後、MLB シカゴ・カブスに入団。その後6年間レンジャースやジャイアンツのいずれも、マイナーリーグでプレーした。メジャー経験はない。 横浜入団の前年は、ジャイアンツのアドバンスロエクラスで49試合出場、打率227、6本塁打、23打点の成績を残している。マイナー通算成績は打率245、19本塁打、165打点。故郷ドミニカ共和国で行われた DNA のトライアウトに、ジョフレック・ディアス投手と共に合格。 新藤達也編成部長が直接視察し獲得した。2019年11月20日に NPB 球団の横浜 DNA ベイスターズと育成契約した。背番号は108で同じく育成契約選手として入団したディアスと共に2020年1月28日球団事務所にて入団会見を行いデラロサは横浜大好き横浜めちゃめちゃ寒いと 覚えたての日本語を披露した。なお、ベイスターズの育成外国人は同期入団のディアスと2年目のレミー・コルデロと合わせて3人となった。春季キャンプ中に行われた中日ドラゴンズ一軍との練習試合で6回、裏ランナー2人を置いた場面で、松場隆弘から、右打席から、レフト方向へ、スリーランホームランを放った。2打席目では、奥熊良優から今度は、 左打席へ入ると中堅守の頭を超える二点的地打を、花地子の日後打点の活躍を見せた。このような活躍を背景に2月24日、一軍のオープン戦に一流一首として先発していた、ね二人外に代わり5回裏から守備についた。7回表には打席に立ち結果は、空振り三振に終わった。以降も新型コロナウイルスの影響で行われた、練習試合でも一軍に帯同した。 6月18日に田中健次郎以外の育成選手と共に BC リーグ神奈川フューチャードリームスへの派遣が両球団から発表された。ありがとうございます。